So here, Sunrise Coast is a very rich sea that is said to be one of the three major fishing grounds of the world. So today, I'll focus on Horikan, a Japanese inn along the coast. It's about a 3-minute drive from Horikan, which was introduced in the last video. So Akiko Iwasaki, the owner of Horikan, has been operating this inn for about 24 years in this area. Despite the earthquake that happened about 10 years ago, she continues to live here. One time she was swallowed by the tsunami. Then, why did she decide to continue running the same inn? And why did she continue her work of sharing about Kamaishi to the world? I'll listen to her story. よろしくお願いします。すごい楽しみにしてました。よろしくお願いします。こちらこそ。いや、最初のビデオにあったあの映像が何度見ても衝撃的なんですけど、はい、その場所がちょうどここなんですよね。そうですね、ここですね。あの避難道めがけて必死になってみんなで走りました。ここの脇が避難道の入り口 で、うんうんうん、でここで何歩か上がったつもりで、うん、一番最後に来た、うん、あの地元の、 あの2人のお母さん2人がね、うんうん、あのちょうどそうです、つづらの今踊り場のあたりまで2人のお母さんが上がって、うん、最後私たちも山にかけ、うん、足をかけて上がったつもりでいた時に飲まれましたね、うんうんうん、それでも、うん、これやっぱり急斜面なので、うん、あの山道避難道を作ってて、うん、よかったなと、そうでなければ登れなかったと思うんです。おばあちゃんもいるし、あの時幼稚園の子もいたし、でそんなこと、そんな中で、うん、この急斜面を登れたのはやっぱりこの避難道っていうか山道に作ってたのでね。また私もあの時、ね、はい、あの2時46分の地震の時に、うん、今日は皆さん山に逃げましょうって、はい、あの思えたのは、うん、道としてこれがあったのでね、そうここに逃げようと思えたんですね。おっしゃったんですもんね。そうですね、逃げよう。ちょうどここにあった送迎バス等と一緒にですね、うん、こうやって今この1階の厨房あるんですけど、うんうん、そこを越えてあっちの端っこの山裾に運ばれるんです。あっちまで。そうです、ね、ここから、ね、波でね。でそうか、皆さんによく誤解される、あのセンセーショナルな映像なので、うん、はいはい、あの映像に出てくるみんなが、うん、助かってないと思ってるんですけど、うんうん、実はあの映像に出てくる人、はい、ここにいた人間は全員助かったんです。ただうちのスタッフは、うん、あの防災センターにあの、逃げたスタッフは亡くなってるんです。あの2時46分に地震が起きた時に、うん、今日は皆さん山に逃げましょうって声かけて、うん、はい、でも帰りたいというスタッフもいたんですよ。そうね、で私あの時にね、うん、無理に抑えなかったんですよ。うん、ちょうど1年前に、うん、あのチリ津波もありまして、うんうんうん、それから 3.11 の今その2011年にも1年後にもチリ津波ある、うん、あるんですけども、はい、前の年のチリ津波の時は私この4階の屋上でメガホン持って、うん、誰もこの敷地から出ないでくださいって叫んでたんです。うちのスタッフにも、うんうんうん、ちょうどその日も会食があって、はい、お客様にももう津波が来るかもしれませんと、出てはいけませんって私4階の屋上で叫んでたんですよ。うん、その1年前に、はい、あのここから出てはいけないって言った私が、うん、あの時思ったのは、うん、宝来館には必ず津波が来るだろうと、今回はと。この近さですもんね。はい、うん、で帰りたいって言われた時に、うん、あのここにいる方が危険だろうと思ってた自分がいたような気がしたんですね。今振り返れば、ね、止めなかったんですよ、帰りたいって、うん、言ってはいけないとは、あの、うん、うちの他のスタッフは、いや、うん、おかみさまちゃんと、うん、あの帰ってはいけないと止めてたって言われたんですけど、うんうん、頭の中では、うん、確実にここは危ないという思いがあったと思うんですね、うんうん、で強く止めなかったんですよ、うん、間に合うならば間に合ってくれという思いだったかもしれない、うん、しまった十分時間もあったし、うんうんうん、帰りたいって言ったスタッフには帰らなくてはいけない理由があったのでね、うん、でそこでこう、うん、逃げる私たちと帰る、うん、みんなと別れさせてしまったんですね。うん、あの時、うん、
誰もあの1年前と同じようにここから動いちゃいけないよってみんなで山に上がってれば、うん、もしくは宝来館の4階にちゃんと上がってれば、うん、誰も亡くならずに済んだかもしれないですよね、うん、自分の頭の中ではスタッフは4人亡くなったと思ってるんです、うん、それは1年前に辞めたうちのスタッフ、うん、私の友達でもあったんですけ ど、もう亡くなってましてですね、あの365日宝来館に来ない日はないのに、うん、その1日だけあの辞めてもその丸々1年の毎日365日必ず来る子で、うんうん、その日1日だけ来なかったんですよ、うん、そうあのいつも来る時間があの地震の時間だったんだけど、うん、あの時もしここに来てたら一緒に逃げてたので助かったと思うんですが、うん、あの日だけ来なかったんですね。で、うん、亡くなってしまうんですが、うんうん、何年一緒に働かれた方だったんですか？私あの宝来館では彼女は結婚して、うん辞めてまたっていう繰り返ししてたんですけど、幼稚園から一緒だったそうなんですか。本当にじゃあ50年、うん、40年ぐらい付き合い。そうね、うん、50年はずっとの友達ですわね。あで1ヶ月間遺体が見つからなかったんです、うん、もう一人のスタッフがね、その3家族のうちの一人が、うんうんうん、で遺体安置所歩きしててもう憔悴しきった時期があってね、うんうん、なんで返してしまったろんたったんだと思ってすごく後悔しちゃったね、うん、じゃあちょっとお部屋の方にご案内しますか、はい、お願いします。Mrs. Iwasaki is very charming. She has launched various revitalization projects with local youth and people from all over the world. Some people call Mrs. Iwasaki a model of the revitalization of Kamaishi.She has been featured in various media, both domestically and internationally. Okay, let's listen to her story again. やってるんですよね。お客さんがいらっしゃった時は語り部。そうですね。もうなすごいことよ。10年間。まあ、あの震災直後、宝来館の2012年の1月5日から始まるんですが、まあ、あの修繕ご案内中もボランティアさんいらした時はですね、あのお話を御礼だと思ってお話をすることが、うんうん、あの素敵、めっちゃ、はい、めっちゃちょっと音おトイレが見えちゃってごめんなさい。すごい素敵なオーシャンビュー。オーシャンビューですがどうぞ。あらまあ素敵、ちょっとすごいね、すごいですね。へえ、最高じゃないですか。ちょうどあの震災前はですね、うんうん、このフロアのお風呂場だったんですよ。あ、そうなんですか。でちょっとあの設備が津波で壊れたので、あのあちら側に移動して、うんうん、で根浜海岸が、あのこう見えるようにと思って窓を大きく取らせていただきました、うんうんうん、じゃあ改めましてなんですけど、はいはい、なんか落ち着くお部屋ですね。ありがとうございます、あとここに来るまでの間にあの宝来館のスタッフの皆さんご挨拶させてもらったんですけど、皆さん本当素敵な笑顔っていうか、働きたくて働いてるって感じがしますよね。ありがとうございます。そう言ってもらって、あのね、私は、経営者としてはすごい未熟で力がないんですけど、うん、夢を持ってあの、はい、この地域で、うん、あの生き続けたいっていうことは、うん、あの、それぞれ、まあ、私も強く思ってる部分で、あの、うん、20歳の時に、はい、あの短大ちょっ とやっぱりあの都会を憧れていって、うん、で帰ってきた時に、うん、あのすごくこの根浜海岸が大好きで、うん、たらあの20歳で帰ってきた時に冷夏の夏だったんですね、うんうんうん、あの自分の知っている根浜海岸は夏はすごくいっぱい人がいて、うん、なんかリゾートだと思って子どもの頃から育ってきて、はいはい、でも突然都会に行って戻ってきて冷夏だ、冷たい夏だったがために浜には誰もいなくて、うん、初めて自分がもう日本一世界一だと思っていた自分のふるさとの姿が現実を持って、うん、なんかすごく寂しげに、これが本当の姿だったのかもって
見れた20歳のあのネバマ海岸があったんですよ、うん、でその時に思ったのが、はい、あのここが昔のように人がいっぱい来る、うん、そういうネバマ海岸になりたいと強く思ったんですね。なるほど。それからずっとずっとここを知ってもらいたいって思って、震災前からあのグリーン通とかね、はい、いろいろ地域活動をやらせてもらったんですけど、そうなんですね、で、うん、今の、うん、あの震災後のこうありたいっていうのは、うん、はい、その頃から思っていた、うん、あの自分 の, こう、うん、あの目標、うん、目的、うん、夢って、はい、いう言葉なのか、うん、あ の, の、うん、えんが、うん、実は私ね、うんうん、あの完成しつつあるっていうか、近づきつつある、近づきつつある、この震災が起こって、はい、人とつながって、うん、いろんな人がここで情報を共有してくることで、うん、描いていたふるさとが、うん、あの始まったと思ったし、またコロナの今すごくどん底で大変だって、うん、あのいう状況ではあるんですけど、うん、でもだからこそ何か諦めずに挑戦する時が今だって、うん、なんかこう思えてきて、またみんなもそう思い始めてるような気がして、ある質問で、うん、3.11 があってよかったですかってね聞かれたことがあったんですよ。すごい質問ですね。ですね。で、いい悪いで言えるものでなくて、いいはずがなくて、いいはずないですね。いいはずがなくて、でもあの別な言い方をすると 3.11 で気づかされたものと、うん、そしてうん、叶え、一生懸命やってても叶えれなかったものが、うん、あの一気に大変なことが起こって、みんなで集中してここあの被災地の復興ってなった時に、うん、考えても見なかった出会いとかがあったこと等で、うん、今があるっていうのも確かだと思うんです、うん、ね、あなたにとって、うん、その 3.11 はって聞かれた時に、もしなかったらば、うん、その、方向性は変わってましたかって言えば、自分の中ではブレずに、うん、あのこの、うん、ふるさとの良さを知ってもらいたいというのは変わらないんだけども、うん、もしかしてもっと深く、前に進むことができなくて、うん、悩みは深かったかもしれないですね。悩みですか。はい、あの今ねおっしゃっていただいてね、私があの伝えなくちゃいけないことは、そうやって従業員と蓬莱館がこうやって働かせてもらってるのも、本当にいろんな皆様の応援と支えのおかげなんですよ、うん、いやつくづくとあの避難道もクラウドファンディングさせていただいて、あの修繕させてもらってるんですが、蓬莱館っていうあのこの私たちの宿の生き方は本当にお客様とそれを応援する皆さんとの出会いによってね、うん、なんかこう蓬莱館っていうもののこう人格っていうか作ってもらったと思います、うん、私自身が作り上げた蓬莱館ではなくて、うん、あの出会った皆様、そして働いてくれるみんなお客様によって、うん、実は蓬莱館は産んでもらったっていうか誕生させてもらって、うん、そして歩き始めさせてもらったんですね。あの私自身の中では、うん、震災前も震災後も変わらず、うん、その途上だって、うん、であの自分 の, あの個人のことを思えばそんなつもりでいるんですけども、今あのこうやってお話しさせてもらって気づいたことは、うん、蓬莱館っていうこの宿の生き物としてって私なんかすごく人格のあるものに見えてくるんですが、はこの震災で確かに誕生させてもらったんだろうなと、生まれさせてもらって歩かせてもらって、今こうよちよち歩きから挑戦することに始まった宿なんでしょうね。なんかそれをすごくこう、ね、今あのインタビューを受けて自分の中で蓬莱館っていうものの
存在がそういうふうに 見えましたね。ありがとうございます。でそうしましたら岩手日報さんって岩手県の新聞の皆さんが3年ほど前からですかね、3.11 を大事な人を思う日っていう、そういうキャッチフレーズでずっと訴えてらしてて、私は本当にその通りだなと。自分たち の、 あの今思っている気持ち、9年経った気持ちと、あのその岩手日報さんが伝えるその、あのキャッチフレーズのこの呼びかけがぴったりだなと、自分たちだけのあの振り返りではなく、日本の自然災害を振り返る日であり、して結果あの空の上で見てる人たちも、それから今生きてこのそばにいる人も、そう自分の一番大事な人を思う日なんですよね。このコロナっていう時代になった時に、今私たちがこうやってまたあの当時のお話をさせてもらったりすることの意味はですね、結果コロナも大事な自分の一番大事な人を思うから、思う日っていうか、思うことで思う時代ですよ ね、あの自分の動き方を考えたり、そうですね、自分だけではなくていろんな人の立場とかを考えないと生きれないっていうことが世界一斉に起こるたわけですもんね、今回ね。だからあの今経済の再開のために世界中がもう始まりましょうってなった時に、でもそれぞれが一人の人間として考えて、ここ思っている確かなものは、なんだろう、こう自分あの自分だけではなくて、それぞれの一人一人のそのいろんな生き方を共有しないと、いざっていう時本当にこう取り返しのつかない動きとして、ものがことが進んでしまうっていうかね、その感覚って、3.11 が起こった時も似たような気づきを得たって私は思ってたんですけど、小谷さんはどうですか？あの私たちはそこの中にいて、ただ必死になって生きる自分がいたんですけども、そのことを見てる周りの人たちにとっては、そんな風な気づきだったんでしょうね、きっとね。私たち当事者は生きるのに確かに精一杯だったんですよね。だから何かを変えようとか何かが変わっていくっていうより、生きるためにあの一つ一つのステップを歩んできて、そしてそう、あのそこで出会った人たちによって知恵を教えてもらって生きるっていう道が始まる。で外にいて私たちを見てた人たちは、多分今の状況の、私が思ってる状況を感じられてたんでしょうね、きっとね。なるほど。でまた一つ私あの時に思ったことは、あの同じ釜石の中でね、あの被災しないところと被災して壊滅したところがあった時に、同じこの地域でも、そこの被災しないところに行った時に感じる自分の違和感というか、で帰ってきて瓦礫の中に立って、あの明かりもつかない蓬莱館にこういる時の自分のなんかこう大地からね、すぐダーッとこうなんか込み上げるね、エネルギーみたいな、ここで絶対自分は負けないぞみたいな、ここで生きるぞみたいなのは、街の平穏な何も壊れてないところに行って立ってる時に、思うのではなくて、全て壊されたこの中にいる時にダーッとここにいて絶対頑張りたいっていう思いが湧いてくるんですよね。それってどういう感情って言われても、なんとなく何も説明できない。例えばまあふるさとへの思いだとかって言えばそうかもしれないし、あの負けたくないっていう思いだって言えばそうかもしれないし、ちょっとうまい言葉はあの見つかんないんですけど、壊れたこの、 あの風景っていうか、その瓦礫の中にいる時にダーッと湧いてくるものだったんですよ。でやっぱりその思いがあるから頑張り続けれたかなとも思いますよね。
なんだろうな、本当に一言で言うのは難しいことなんですが、うんうん、そのいわゆるレガシーオブレジリエンス、レジリエンスまあこう今まで震災も含めいろんなことを乗り越えて来られた先、うん、今おかみさんが何かこう手元に残ってるなって、うん、言葉にすると何になりますか。いや今私は区切りっていうよりですね、うん、東日本から始まって今ここまでずっとこう一生懸命生き続けるてるっていうのだけはね、うん、自分の中で、うん、そういう時だって、うん、振り返って思うんですね。こう生き続けることを、うん、生き続ける、うんうん、なんかこう教えてもらってるっていうか、その途上にあるっていうか、なんか知らない、いろんな知らないことがこれからいっぱいそれでもね、うん、待ち受けてると思うし、いろんな感動もあるだろうし、うん、まあ私の大事な友達も亡くなったり、うん、うちの従業員さんもね、うんうん、亡くなったりしてるんですけど、そのみんなに、こういうことあったよ、ああいうことあったよって、天国に行ったらば教えてやらなくちゃいけないしね、みんなまだ行きたかったかもしれない、でも、うん、私はまだ生きてて、そのみんなの分いろんなことを見てから報告してあげなくちゃいけないしね。私このコロナは、はい、いろんな誕生を、うん、が始まるんだと思うんですね、私たちもそうありたいなと実は地域においては思ってますし、このコロナのこの時代は多分こんな言い方をして誤解されるかもしれませんがね、今までの東日本からのこの、時間の経過はですね、この時にまたこれから起こるかもしれないいろんなことの、それへのこう道しる、なんだろう、挑戦、何でしょうね、うん、この間ちょっと別の表現でね、うん、まだこれからいろんなことがあることの準備のような、そんな気持ちに、させられましたね、コロナのことの今回の経験は、うん、はい、なんか今まで の東日本からの経験やらいろんなことやらがいろんなための準備をするためにこの時間があったような、いろんなことへの負けない準備のでもあるような気がします。負けない準備です ね、 ね、勝つための準備ではなくて負けないための準備、なんかすごいですね、ちょっとネガティブかな、全然ネガティブじゃないですか、分かります、負けない準備ですね、なんかね、本当私なりのおかみさんのレガシーオブレジリエンスって強さだなってちょっと思ってました優しい強さね、本当は私が手に入れたものの、伝えたい言葉はこれですって言えるくらいなのくちゃいけないんだけど、あれもこれもあったりするので、適切に言えない、とんでもない、十分伝わりました、ありがとうございました